では2つ目のキーワードに行きましょう。はい、2つ目、はい、はい、東京で見えてきたことということなんですが、はい、東京で見えてきたこと、はい、もともとこちらの聖天ヒルズゴルフクラブさんの会社って、はい、ゴルフ場だけじゃないんですよね。そうですね、私ども、東木、スウェーデンハウスグループでございまして、もともとの東木の資材供給だとか、はい、もしくはスウェーデンハウスの輸入住宅部材だとか、まあ、そういった商社的な機能を果たすべく、まあ、あのグループ会社でございまして、うん、はい、まあ、私もその、24年前にですね、はい、新卒で入った時に、はい、まあ、ゴルフ場に勤めるという意識は、まあ、全くなかったわけじゃないんですけども、うん、まあ、どっちかというとその商社的な方で、はい、採用なのかなとかね、うん、まあ、その時に、まあ、本社はもちろん東京だったので、はい、東京採用になるのかなとかね、うんうんうん、いろんなことを考えておったんですけども、まあ、東別町のゴルフ場ゴルフ事業もやってるし、はい、スウェーデンヒルズ事業もやってるし、はい、そのゴルフ場だということで、私も学生時代は野球やってたんですけど、うん、ゴルフは一度もやったことなくて、うん、ゴルフ場ですかってつい言ってしまいましたけど、こう勤めるまでやったことなかった。全くやったことなかったですね、ですからもう皆さん同じ経験されてらっしゃるかもわかんないんですけど、止まったボールなんか打つの簡単だと野球やってたしね、飛んでくるボール、はい、飛んでくるボールを打つキャッチする、うん、これ簡単だったんで、はい、止まってるボールは絶対できるだろうということでやりましたら、うん、当たらない当たらない、うん、今でも当たらない時ありますけどもいやいやいや本当にということで支配人でもそういう時があったんですね。ありますよ本当に、ね、でということで、はい、ゴルフ場に、はい、8年間くらい勤めまして、はい、それから今の、ご紹介しだしましたこのスウェーデンヒルズ の、はい、この住宅事業の方に、うんうん、勤務することになりまして、はい、まあ、その時にこの2番目の、はい、東京に、まあ、いわゆる転勤ですかね、転勤ですね、転勤で本社の方に、はい、私もずっと札幌育ちというか、まあ、生まれは東京なんですけど、札幌で、まあ、幼少期から札幌で過ごしてるけど、はい、もう東京なんてそういう意味では記憶にないぐらいの感じだったもんですから、うんうん、はい、いや大変でしたね東京は、東京で勤務というのは東京勤務って大変ですか、はい、うん、まずその、まあ、人が多いじゃないですか、皆さんご承知の通り、はい、それと、まあ、4月からの転勤だったんですけど、うんうん、もうめちゃめちゃ暑いんですよ。あ、夏の暑さは答えますよね、どさんこには、なぜ朝から汗をかかなきゃな、朝ご飯を食べながら汗をかくのかな。そうか、通勤の出勤の前にもうすでに、まあ、朝食を食べるわけじゃないですか、一汗かいてから、はい、なぜご飯の時から汗をかくあで通勤で汗をかき、はい、ね、でもう到着してもう汗ヨレヨレになった状態です。いや、そういう生活から始まり、それから、まあ、私どもスウェーデンヒルズの、お住まいを、はい、まあ、検討していただくお客様のところにこう、うんうん、お邪魔するようなことが多いものですから、はい、もうあらゆるところにご自宅にそうですね、回らなきゃいけない、はいはい、ですからもう地理感がないでしょ、まず。あ、そうですよね、もう札幌のね、うんうん、もう五番の目の南城南丁目に慣れてると、はい、まあ、特にその首都圏、特に横浜、あ、神奈川県、この辺は大変もうこう、地図を見ても、はい、ネットで検索しても、うん、まずわからない、うん、ですからお客様の家に行くまでに、まあ、それこそまた一汗かき大変だったんですね。ようやっとの思いでついて、はい、うんうん、で、いや忘れもしないですけども、そうです、最初の、1年目 の7月ですか、はい、都内でも最高気温、要は記録的な猛暑と言われる、朝の10時の段階で 37.8 度、はい、そういうこの環境の日に私行ったんですよ。それもね、横浜の葉山っていうですね、非常にこう海沿いのいいところなんですけど、そうですね、まあ、でもその分坂道もすごいんですね、はい、ようやっとの思いで上り詰めて汗だくになって、でピンポンを押しまして、いや北海道のスウェーデンヒルズ、はい、から来ましたみたいな形で行きましたらですね、あなたよく来たね、このね、うん、その東京都内の方がですよ、このクソ暑いの
クソ暑いこの日に地元の方に褒められるぐらい暑い日、こんな暑い日あなたまして歩いてきたのと、うん、その方たちみんなそのタクシーあるいはもうバスで来るような坂道なので、はい、歩いてきたことに不思議がられましてですね、うん、はあ、北海道の人っていうのは割とあるんだねみたいな、なるほど、なんていうことで、お、北海道の印象ここでアップですね、アップです、はい、じゃあそんなことなんで、はい、もうよくよく来てくれたっていう形で、うん、はい、涼しいクーラーのお部屋にリビングに通され て, ていただいて、その時のなんかあの、まあ、私はウーロン茶か何かこういただいたんですけど、ね、うんうんうん、すごい美味しかったですね、あ、こういうの覚えてるもんなんですね、何年経っても、もう最高のウーロン茶ですね、あ、いう記憶がございます、はい、はい、そんな大変な思いしましたね、実際そういうふうに営業に歩かれて、はい、まあ、あの住宅を要するに営業してるわけなんですが、はい、その時にあの北海道にね、随分こう憧れを持っていらっしゃる、はい、また、はい、あの検討されている、リタイアされてからね、はい、そういうお客様にもたくさんお会いしたそうでね、そうですね、まあ、私は、その首都圏の営業ということで、はい、今おっしゃったようにその北海道に本当に憧れてると、うん、ただ本当に親戚があるわけじゃないし、はい、初めてなんだけどいろいろ雑誌だとかテレビだとかいろんなので拝見して、いや、ぜひ一度はこの北海道で生活してみたいななんていうこの憧れ、うん、はい、あとやっぱり食べ物が美味しいとかね、あ、もういろんな入り口があるかと思うんですけど、はい、うん、でもそういうお客様とお会いして、うん、そのスウェーデンヒルズ、まあ、北海道、そして札幌、うん、東別町のスウェーデンヒルズ、うん、いろんなお話をさせていただいて、はい、やっぱりかなり盛り上がってきて、ぜひ見てみたいわということで、まあ、かなりの方をご案内して、もう実際に住んでいただいている方もいらっしゃるんですけど、実際あの道外からお住まいになっている方が非常に多いんだそうですね、はい、そうですね、今現在もやはりどうでしょうかね、やっぱり 60% ぐらいは、うん、60%、はい、あ、そんな数字ですか、お住まいになっては本当にどっちかあったら、はい、もう首都圏からダイレクトにこう、はい、ぜひ北海道にという方が、はい、あ、そうなんですね、はい、あの結構ね、アイターンでいらっしゃるって、はい、勢いも必要だと思うんですけど、いや、もうかなりの勢いだと思います、ね、まあ、私ども本当にいいんですよねということで、はい、何度も確認というかですね、うんうん、あのもちろん何度も見に来られて、ただやっぱりその冬のこと、はい、もちろん東別町となると札幌市の中でもやっぱり、はい、もう今年の冬もね、はい、かなりその東別町とか、はい、北区の雪の多いエリアでしたね、かなり有名になっちゃいました、ね、あのそういうところなんで、やっぱりその冬のこと、除雪のこと、で冬期間のそのお買い物だとか、はい、そういったことをやはり随分やっぱりこう説明させていただいて、で、まあ、もちろん体験していただいて、で、いや、でもどうなんでしょうね、やっぱり首都圏、特に東京のこう季節感のない生活よりは、うんうん、むしろそういう春夏秋冬のメリハリがついてる、うん、こういった北海道、このスウェーデンヒルズの季節感の方が、はい、要は楽しい、また好きだということで、そう決められて移住される方、たくさんいらっしゃいます、うん、あの地元の私なんか本当札幌生まれの札幌育ちで出たことないもんですから、はい、そうしますとその地元の私たちよりもやっぱり本州の首都圏の方の方がこの北海道の魅力ってやっぱり、まあ、よく言われることではありますが、はい、お感じになってるんでしょうね。そうですね、うん、本当に特にその老後といったらあれですけども、はい、やはりその今震災だとかいろんなものがあって、やっぱり最終的に、うんうん、こう暮らすところはどこなんだろうということをやっぱりまさに真剣に考えていらっしゃる方が大勢いらっしゃってて、はい、やはりその、うん、そういう面ではこう涼しい北海道、うんうん、それから、まあ、冬はちょっと涼しすぎますけど雪がね、ただやはりやっぱり向こうはもう3月、はい、もう4月になる前からちょっと暑くて、その猛暑っていう、はい、やっぱり7月8月があまりにこう特に年からですね、ちょっと辛いなというようなお客様も結構いらっしゃいますし、それからこうやっぱり今電力でね、はいろいろ問題待ってますから、やっぱクーラーとかもつけれないような状況なので、はい、やっぱりそういう中でのその生活を見直されるという方がやっぱり結構いらっしゃいまして、うんうん、はい、だって今昔と違って建物さえしっかりしていれば、はい、冬もねそれなりのいろいろな工夫で、はい、そうなんです、楽に暮らせますからね、はい、まあ、そういう面でも私どものスウェーデンハウスというのはこの耐震性もそうですけど、はい、雪の生活をよりこうなんていうかね、
良い生活を快適に送れるような、ね、そういった建物なので、うん、まあスウェーデンヒルズのお住まいの方はむしろ本当に冬、はい、すごいこう快適だよと、うん、という面ではお役に立ててよかったななんて思っておりますけど、うん、はいはい、実際あれじゃないですか、その首都圏で北海道のまあ住宅を販売するにあたって、はいはい、札幌の人間が行くとなると、向こうの方もこうちょっと北海道がイメージしやすくて、そうですね、そういう面では私あのお邪魔させていただいて、やっぱりその北海道の匂いがするというか、何もそんなのつけていかなかったですけど、まあ、言葉という意味だったんですよ。言葉で意味で本当にあの北海道弁がね、分かります、分かります。お客様と盛り上がってお話をさせていただくと、自分では全く感じてなかったんですけども、もう至って標準語を使うものだというふうに自負しておりましたけど、そうなんですよね、あの随所にこう話の途中で、あれっていうような、どうも出るらしいんですよね、私もよく言われます、なのであれ今なんて言ったんですかみたいな、ね、そういう形で若干イントネーションで通じなかったりするんですね、はい、そういう形で、あのなんかこうそういう札幌弁というか、うん、北海道弁が出ると、うん、はい、まさにこの北海道から、こう配達してるみたいな感じで、まあ、好感持っていただいたんじゃないでしょうか。あの、まあ、なかなかこう不動産業っていうかですね、住宅事業っていうのはやっぱりこうなんかそういう印象って大事なので、はい、そういう面では、まあ、札幌からお届けしたことで、うん、まあ得をさせていただいたったら変な言い方ですけども、うんうん、まあ、安心してちょっと、商談させていただいたなという、うん、そういう機会はあったですね、はいはい、またここの魅力も本州の方に余計にこう教えていただいたところもあるかもしれませんね。そうですね、本当に私どもずっとそこにいると、うん、つい忘れがちになるというか、はい、この豊かな自然だったり北海道の良さ、うん、札幌の良さっていうのを当たり前になっちゃってる部分があって、うん、はい、でそういったお客様とお話ししたりとか実際ご案内してる時に本当にいつも、ただ踏んづけてたものが、うん、自然にこうなんかあ豊かな自然なんだということを気づかされること、うん、多々ありましたね、では3つ目のキーワードにいきましょう、はい、はい、